くんだわです。シルクです。またき。カメラマンマサイ。さあ本日はですね、はい、ここちょっととある場所を貸し切りでお借りしていただいたということで、皆さんというかお二人お風呂好きですよね。めっちゃ好き。まあ日によるけど最高で1日4回ぐらい入った。すげー。ああそんぐらいは結構入るの。そう、我々の中でも特にお風呂好きなお二人なわけじゃないですか。好きだね。まあ、ね。ということで今日はちょっと癒しを二人にちょっと与えたい。おお素晴らしい。ただ動画なので企画も加えたい。おっす。まさかこれから飲みまくって吐きまくってゲロ温泉に出る。やばすぎる。絶対ないでしょ。さすがゲロ温泉に申し訳ない。いいとこだからね、本当に。ということで本日はこちら持ってまいりました。こちらです。どうぞどうぞ。こちらバスボムでございます。はい、こちら皆さん、まあ、知ってると思うんですけど、こちらバスボムでございます。はい、まあ、今回ドラえもんのバスボムということで、そう、これお風呂にポチャンって入れると入浴剤みたいになるんです。うん、で入浴剤兼中に1個だけおまけが入ってて、はい、っていうバスボムなんですけど、うん、今回このなぜドラえもんのバスボムかというと、うん、これいろいろ種類があって、全5種類、おやすみドラえもん、ドラえもんどら焼きバージョン、ドラミちゃんメロンパンマン、パンダ違うな、いろいろやばくない。ダメだよ、メロンパンダちゃんと押してくれる。ドラミちゃん&メロンパンマン。だからさねえ、どうなってんの。ドラミちゃんとメロンパンのやつが出てくる。はい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 。で、これ全5種類って言ったんですけど、1種類だけシークレットがあります。はい、まあね、こういうのシークレット全然ないです。ああ、まあ確かにね、まあ、シークレットですからね。ということで本日こちら大量のバスボムを持ってきたということは、さあやっていきましょう。バスボムシークレット出るまでお風呂上がれません。君たちにはバスボムでお風呂に入っていただきます。そのために今日ね、お風呂を借りました。はい、普通のお風呂だとね個数制限があるんで、はい、今日はそれでも大丈夫なお風呂を借りました。はい、シークレットが出るまでお風呂が上がれない。うわーやばっていう企画でございます。こちらスポドリ。ああ安心です。安心安全のスポドリ。なかなか地獄の気分になるかもしれません。確かにね。ということでじゃあもう早速こちらご用意してます。はい、はい、はい、ということで2人にお風呂に入っていただくんですが、ちょっとだけよ、一旦ちょっとうるさいな。野田クリスタルさんからすごかった。野田でーす。まあ、水圧強い。あ、いいね、ありがたいね、水圧強いの。これ多分、ヒットが逃げるし、知らないの。ごめん、誰言ったんだ。ごめん、ごめん。おーじゃあ、お二人お二人、オッケー。じゃあ、お風呂入ります。こういうのやっていいって言われたけど、うん、俺らには言ってよ。多分びっくりしてたの一番ダサいやつ。俺多分頑張っておったよ。ドラえもん。バスボムシークレット当たるまで上がれません。スタート。1個目いきまーす。おお、来た来た来た。いい匂い。どうですか、うちのお湯は。程よい湯加減。そう、熱すぎなくていい。なるほどね。銭湯ってさ、まあ、街にあるじゃん。ああいうところのマグマみたいなお湯あるじゃん。あの熱さまでする意味がない。そんな熱くなくてよくない。鉄鍛えるみたいな感じ。そうそうそう。銭湯で、おお、友達が銭湯。俺が銭湯だ。お前銭湯の話だよ。すごいな友達って。友達の家が銭湯で、48度ぐらい。めちゃくちゃ暑いの。あ、暑いね。逆にファンがつくんだよ。ああ、まあ激辛メニューみたいなもんか。そうそうそう。お、え、話してたら来たよこれ。1個目。ほら、おもちゃが出てきます。すげえ。可愛い。じゃじゃん。どこでもドア出してドラえもん。こう見てみると。ここにいる。これシークレットじゃないね。今出たのは1番のドラえもんなので、これはシークレットではございません。ああ、1番が出たんだ。そう、なんかそれは嬉しいな。大丈夫ですか、そんなゆったり開けてて。でも、頑張ります。ダンクブローメン投入。まあいいね。めちゃくちゃ泡出てますね。
眠れます絶妙にだらけてるね。葛飾は線香多いからね。多いんだよね。そう、結構いいよね。めちゃくちゃ高い位置でいっぱいあったんだけど、うん、カッピーもらったりしてさ、風呂上がりにお酒飲みながらさ、コーヒー牛乳好きなんだ。あ、いいね。水色の透明のさ、やつ、なんかフィルムみたいな。あ、チップって呼ぶんだ。あ、そう、チップって俺ら無理だ。俺らの学校は早すぎて取引禁止になったから。あ、そうだ。そうだろ。そう、俺らそう。早すぎて。いや、そう、あれがもういろんなものの物々交換に使われてたんだ。そうそうそう。当時ね。あ、出た。おう。これは見せて。じゃん。はい、ドラ焼き持ってメガハートのドラえもんでーす。かわいい。かわいい。なんだよ。ドラ焼き持ってメガハートのやつ。どれ。それ、うん、シグレです。やばー。どうもです。シグレだー。早すぎるー。待って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 。もうちょっと使ってたい。そうなの。上がれ。もうな、どうしてだよ。ちょっとさ、最近フィッシャーさ、飛ばすぎない？そうだね。いや、もう分かったから、こんなこともあろうかと言っていっぱいあるんで、ね、はい、じゃあ全種類揃えましょうか。そうだね。15分ぐらいじゃない？普通の風呂時間。そうそうですよね。じゃあ、はい、3個目と4個目入れまーす。はい、はい、ババンババンバンバンアビバランバンババンババンバンバン。いや、いい映像。いい湯だなあはは、いい湯だなあはは、出てこん。あ、来た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 、あー、顔見えんのかい。ガビガビってどこでもドアを持ったドラえもんと寝てるドラえもんです。じゃあ残り2種類ですね。普通のドラえもんバージョンとドラミちゃんメロンパンの、あと残り2種類です。はーい、はい、5個目と6個目いきます。せーの、ドラえもん、ドラえもん、どこでもドアドラえもん。はい、なかなか出ません。はい、なかなか本当はこういう展開を望んでいました。確かにこれだな。次は7黒目と10黒目です。そうだ、はい、あ、もういいよ、シークレットもう一個出たら終わりにしてやれよ。先輩言わない方がいいよ。シークレットまた出るって。いや、出ます。いや、出てます。出ない、出ない。せーの、お前じゃねえよ。わー、ジャン。イエーイ。シークレットドラえもんでした。やった。だから言わんほうがいいっつだろお前。ね、言ったでしょ。めっちゃよく叶っちゃうのよ。フィッシャーってそういう状態なんで。そう、だから俺たちは大きいこといっぱい言ってこ、叶いそうだしな。ちょっと願いを一つずつ言ってて。ああ、早くドラミちゃん起きたい。じゃあ、まあシークレット2回出ちゃいましたけど、継続です。はーい。そう、ドラえもんとモトキの誕生日一緒で、ドラえもんの声優さんとかで誕生日一緒。あー、じゃあドラえもんじゃん。あー、やったやったやった。待って、ほら言ったら出てくるんだよ。ほらほら出ました、メロンパン持ってるドラミちゃん。4番でございます。やったー。いや、ほら言ったら出んのよ。ということで、残りはなんと、通常の3番のドラえもんとドラえもんです。そうだね。じゃん。どこでもドアとドラえもんだわ。はい、はい、もう出るでしょ、ここらで。わかんないよー。またどこでもドアじゃない。いや、どこでもドアどこでもドアだろ。
あー、ありがとう。おやすみドラえもん、ドラえもんどこでもドア。まさに。ドラミちゃん、ドラミちゃん。すごい。それはすごいよ。俺、シークレットシークレット。シークレットシークレットか。そんなことないよ。もう絶対ないやつ。うん。ありそうだよ。もう何の逆だか分かるんですよ。今通常版が出ないっていう不思議な事態が起こってるから。そうだね、かえってちょっとぬるく感じてる。うん、もうそろそろ、お、出てきた。あ、やってきた。あ、出てきた。きた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 。さあ、あと1種類が出るのか。いや、もうちょっと待って、やばいこれ。嘘でしょ。違う。バカだ。やばいって。シンデレットのドラえもん。そうだろ。お前より秘密じゃないやつがまだ出てない。通常版が出てない。上がってきたよ。起きた。どう？ちょっと見せるね。せーの、ドン。はあ！え？シークレット！うわあ！うわあ！怖い怖い。怖いよ。うわあ！言った通りになるんだよ。怖えよ。今年よ、お前怖い。ありえないでしょ。なんでお前のレアが見えるか出ねえんだよ。もうなんか申し訳ないから俺も入るわ。はい。あ、いいね。はい、じゃあ新しいの僕も混ぜてください。はい、せーの。おい、はい、あー、いいね、たまには。お前太ってたら浮力すごいよ。そう、お前ら力入れなくても沈んでられる。ほんとに4分よ、力入れなかった。わー、どうだ。ドラミちゃん。僕ドラミちゃんでー。私、せーの。はい、ドラミちゃんです。おやすみドラえ。せーの、じゃん。うわー、いい。シークレットドライバー。なんでシークレットしか出ないの。嘘でしょ。せーの、おやすみ。これちょっと途中参加したことに後悔してる。オッケー、出た。よし、じゃあ俺から見せておこうか。ドライバーが出たら終わりね。いきます、せーの、じゃん。すやすやドラえもん。じゃあ次だぜ。マジで。いくよ。せーの。はい。出るー。2個出た。2個出たー。先週終わるので、やるので、終了でした。やっと出るでしょ。ね、ちゃんと全然伸ばせてないの。全然大丈夫。すごいね。もう40本くらい入ってますよ。全種類揃うまで、まあ大体20個。そのうちシークレットが、なんと5個。5個。すげえ確率だから。恐ろしい数字となりました。ぜひ皆さん、待ってみてください。うん。それでもなお、まだお風呂に浸かりますか。うん。気持ちいい。上がっていいですか。だっちゃーん。終わりで？うん。もう上がっていいんだよ。撮影後のお風呂です。彼らはまだまだお風呂に浸かるのであった。やっと筋力をリラックスさせる。そうね。